そのですね、まあ、ジュゴンズメンバーに、まあそのまあ、端的に言うと、まあ、ちょっとバカにされたわけですよ、私は、ここ最近で。で、まあ、まあ、名前を出して言うのはちょっとあれなんですけど、まあ、とある異端児にちょっとやられたんですけど、最近。まあ、私が今、まあ、こういう、ね、こういう、持ってるんですよ、スケジュール帳を。で、まあ、これを見たときに、とある異端児が、I am very bushy って言ったんですよ。ね、まあ、まだそこまでだら、英語を読めなかったんだなんでわかるけど、これの日本語訳何って聞いたとき、私はとてもブスですって言いました、彼女は。え？そしてしまいには、小鳥なら持ってそうだなと思ってって言った、ね、ジュゴンズみんな仲良くしてくれて、うん、ね、すごく楽しくやってサービス精神でね、旺盛でね、すごい一生懸命やってくれたら、ダンスのこと言わない、ダンスのこと言わない。ダンスに関してはね、まあ、ちょっとおいおいしね、頑張りましょう。ね、だけど、やっぱりそういうね、人のことをバカにするような、そんなことがあってはならないと、私は思いますよ。じゃあ、一番自信ある人からいきましょうか、じゃあね。一番自信がある人。一番自信がある人、読めますか？はい、読める人。はい。はい。純子さん。はい。アム。あ、今のアムは食べたアムじゃないですよ。はい。I am very busy。はい、正しい。あ、よかった。よかった。そして今ベジーで忙しい感じを、そうですよね、すごく、そうですよね、はい、よかった、すごく表現してくれました、100点、 ありがとうございます。次、自信ある方。 I am busy。 ついで、じゃあ誰か、どこ見てるんですか、ノムさんは。すごく中央見ているけど、自信があるのかな。じゃあノムさん、行ってみましょうか。はい。I am very busy。 お前や！I am very busy.